たに会いたいなって気持ちがループループする。頭がどうにかなりそうや。エプロン着てるお母さん、友達に優しいけど家族には厳しい。どうも夜の人笑いです。お願いします。友達に、あー入ってき入ってきみたいな、これおやつどうぞみたいな感じで言うけど、家族にあったもちょっとしやみたいな感じで言う。今日はおーくんにドッキリをしたいと思いまぷ。幼稚園児みたいな。22歳です、今年。リーダーです。でも、月収です。お嫁さんにどうですか？家事はできないけど、卵焼きは作れます。掃除はある程度はできます。でも苦手です。夜は一緒に寝たいです。常に会いたいです。こんな女どうですか？コウ君にドッキリしまーす！ドッキリをするんですけど、まず題名言いますし。でーして、お風呂に入ったら、浴槽に人が隠れてるドッキリー、イェーイ。簡単なドッキリでございます。もう、題名のまんま。まずコウ君今ちょっと地元の友達と遊びに行ってるんですけど、帰ってきたら多分夏やから汗かくやんか。多分お風呂入ると思うねんけど、夏は汗かいてるから、大体帰ってきたらすぐ汗ってべちゃべちゃやからお風呂行くねんか。だから多分すぐ入ってくると思うんだけど、じゃあコウ君が帰ってくるまでに、その浴槽にまず隠れときます。こうやって蓋されてるやんか。これで隠れるね。で蓋するね。ぐるぐるって一応ずっとこの状態で待っておくわけ。こうやってで、コウ君がお風呂入ってきたなって思ったらって言うわ。で多分コウ君うわーってなると思うから、その反応を撮っていきたいと思います。では早速お風呂にカメラを仕掛けて、コウ君が帰ってくるっていう連絡を受けたらお風呂に隠れたいと思います。バイバイ。夜の人笑い。気持ちが悪い。もうやばいって思い、ほんまやばいって。
ちっちゃい声。タチ死んだと思った。めっちゃ怖かった。やば。何してんの？何してんの？パッと撮ったもん。ずっと、うん、帰ってくるって言ったから、そう準備して待っとっても首死ぬかもって、ね、しかもちょっと弊社恐怖症帰ってるからさ、いやー行って、うわー行ってとか言ってさ、コウ君帰ってきて、えってなったもん。あ、そう、実はほんまに帰ってきて、女の人が声聞こえて、実はめっちゃ怖がって、すぐサム抱っこして、怖ーっと思いながら、お風呂がめっちゃ汚いね。焦った。どこ目の持って、俺が持つの、普通に疲れた。あ、なんか足ブルブルしててさ、小軸みたいになってんねんけど、今見て。てか、あ、マジでこういうアングルからやったっけ。なんでそんな上から。垂直。見にくいやん。マジで、マジで今まで生きてきた中で、びっくりしたランキングで言ったら、あれ俺が一生懸命喋ってるけど、俺が生きてきた中で、一番びっくりした。それに対してのコメントないんか、お前。映ってないねん、顔。で、一応やっぱ女の人の声も聞こえ、ちょっと一瞬なんかふわーみたいな、うんみたいな。でもほんまに、やばいやばいみたいな感じのことを一人で喋っちゃったら帰ってきてから一番焦った。やばバレたんちゃうかな。もう喋ってたの俺、もう帰るってなってたの。8分いけそうなオープニングやった。オープニングどれだ、大丈夫。ほんまかな。なんでそんな心配になってるの。どれた、どれだかな。どれたって言ってる。もうどれた、ほんまに面白いの撮れた、面白いの撮れた、大爆笑間違いなし。オープニング、もう一人でやっていけるぐらいのオープニングか。うん、だ今日から夜の人は1位だけのもしようか待ってたぐらいやもん。俺の許可なしで。うん、もういいちゃうかなと思って。もう自分もこんだけ面白いし、一、人でやっていけるんちゃうかと思って、もう100万人背負って生きていこうと思ったの。それぐらい面白いオープニング撮れたんか、撮れるか。じゃあ終わりたいと思います。なんかアバターぐらい合わない俺ら。面白いから大丈夫かな、これ。大丈夫。ほんま、うん、みんな大爆笑、大爆笑。でも笑いすぎて腹痛いって DM 来た。病院行きましたみたいな、聞いたか。救急車に運ばれましたみたいな。笑いすぎて、そう、なんかお腹痛くなって救急車に運ばれて手術しました。あ、手術って言ってた、手術。分かった、それやったら信じろ、お前の面白いオープニングを。うん、オッケー。この動画がいいなと思ったらグッドボタン、チャンネル登録、高評価、コメント、アイボタンよろしくお願いします。バイバーイ。腕立て伏せてもしていい？なあ、あかんやん。ほんまに心配。誰が見たい。じゃあ8分いくか分からんもん。いけます。じゃあ一発ギャグだけしとくわ。なにこいつ、ちょっとそんな汚い場所うそくんやん。一発ギャグ、赤番。へえ、赤ワンやん。